マジでやる気なのかよ。ユウスケ、お前ビビってんのか。ちげえよ。怖いんなら降りろ。へたれが。おい、今なんつった。なんだ、やんのかよ。やめろよお前ら。天馬、おめえもビビってんなら降りろよ。達也、てめえ、ほら見ろ。だから俺は達也の話なんか乗るのは嫌だっつったんだな。やっぱこいつは昔から最低な野郎のままだ。なんだと？喧嘩しか能のねえ最低野郎だっつってんだ。え、誰が調子乗ってんじゃねえぞこら。何すんだよ。そうやって何でもすぐぶち切れて済ます最低野郎だから誰もついてこねえんだよ。てめえ、どけ。言いたかねえけどよ。あ？お前高校もその言葉にブチギレて辞めさせられたじゃねえか。なあ、頭冷やせよ。てめえもそう思ってんだろうが。達也、無理だ、付き合いきれねえ。行くぞ。一人で勝手にしねえ最低のクズ野郎が。仲間なんていらねえ。俺に必要なのは力だけだ。いや、これ
Thank you.
です。もう少し待ってください。お金借りて返さない。悪いことね。必ず返します。あと3日、いや、あと2日待っていただければ。でも、嘘つくの、元悪い。大丈夫よ。腎臓一つ売れば、500万くらいすぐ返せるね。黙って商売。もっともっと悪いあるよ。誰に断ってここで闇金やってんだ。え？チャイニーズがよ。なんだお前。俺は東上界の工藤ってもんだ。ここは上海じゃねえ、東上界の島だ。黙って商売してただで済むと思ってんのか。俺が上になしつけてやる。わかんだろ。どこの誰だって。は？お前耳聞こえねえのか。俺は東上界の。俺は東上界直系久喜組の戸田ってもんだ。アホ、逃げられるわけねえだろ。てめえ東上界の名前語ってただで済むと思うなよ。しょうがねえ。お前腰回り悪かったね。てめえ来いよ。いい度胸だ。だが、相手は悪かったな。やべえ、あんたマジ熱いね。ああ、ガキ。このガキ。おら、おとなしく金渡せよ、おっさん。このクソガキが。ガキ相手にドス使うのかよ、おっさん。調子に乗るなよガキが。東上界は極道を舐め腐ってただで済むと思うな。それがどうした。てめえらみたいな大人がね。待ってくれ。一番ムカつくんだよ。嘘だろ。死んでる。マジかよ。
すぐ楽にしてやる。うわぁ、てめえ舐めてんのか。うわぁ、やんのか、おい。
どこ行くの？わかんねえけど、ちょっとしばらく帰らねえ。ねえ、達也。なんだ。家に少しはお金入れてくんない？あ？やばいことやって稼いでるんでしょ？あるじゃん。ありがとう。金しか頭にねえのかよ。とにかく逃げるしかねえ。とにかく遠くへ。おい、起きれ。な、なんだ。おいおい、お前これがメモリ全部？友達少ねえな。かわいそうなやつだ。返せ。ああ？このヒロコってのはお前のこれか？ぶっ殺すわ。預かっておく。考えたもんだね。東条会の名を出せばチャイニーズの新興闇金はきっとビビって金を出す。それをいただこうってわけだ。おい、外してやれ。おっと、よく見たまえ。しかし所詮はガキの考える短絡的な計画だ。な、何のことだ。ゆうべ君が起こした事件、私は全て見ていたんだよ。何言ってんのかわけわかんねえ。後ろを切るのか、そら無理だ。これが何だかわかるかね。私は久喜龍太郎、久喜組の組長やってる。まさかあの戸田がガキに殺されるとはな。戸田は私の右腕だった男だ。だが表向きはれっきとした中華料理屋長楽の経営者でね。あそこはその事務所でもある。だからそれがどうした？つまり君は善良な一市民を殺してしまったわけだよ。強盗殺人は重罪だ。ましてや君には前がある。よくても10年以上の刑務所行き。悪けりゃもっと長いな。いや、最近は少年犯罪にも厳しいからな、もっと重くなるかもしれんな。無期懲役とかな。だが普通に警察に突き出すのは面白くねえ。私はこう見えても実はエンターテナーでね。やるんならさっさとやれ。冷静に考えたまえ。証拠のビデオも君の実家からの交友関係の情報もこっちは全てを握っているんだ。君がおとなしく話を聞かないと君だけの問題じゃなくすることもできるんだよ。お姉さんの紗友子さんだって君が死体で上がることを望んでいないだろう。君にチャンスをやろう。生きるチャンスをな。戸田はな、実は大学時代空手で関東を制したほどの男だ。それが手も足も出なかった。君には作ろうとしても作れない野生の魅力がある。そう、あれ来る竜のようなね。どこに行く気だ？天国か地獄か、そいつは君次第だ。神室町が戦後の闇市だった時代だ。空き地に
新陳払い下げのテントと粗末な四角いリングが建てられ、そこで賭け試合が行われた。君も私も生まれるずっと前の話だ。それがどうした？当時物資もない頃の途上界にとって、その工業は数少ない収入源だった。しかし大衆はその工業に心から引きつけられた。最強の称号を求めて、そして行き場のない怒りをぶつけるため、男たちは終わりなき戦いをその粗末なリングで繰り広げた。そしてその様子に触発され、数えきれぬ男たちがリングに上がったそうだ。そんなプライドをかけた男たちの戦いの中にこそ、敗戦直後の大衆はきっと希望を見出したのだろう。だがそんな泥臭い時代は終わった。レディース・アンド・ジェントルマン。何なんだここは。ウェルカム・トゥ・ザ・ドラゴン・ヒール。さあ今夜も最高にエキサイティングな格闘スペクタクルをお見せするぜ。オン・ザ・テイル少林寺の虎劉武将。ただいま3連勝中。そしてこのノリに乗ってる四川の虎に立ち向かう男はこいつだ。オン・ザ・ヘッド浜のナンバーワンストリートファイター、タケー。こちらも新人ながら目下3連勝で売り出し中のアウトロー野郎だ。オッズでは龍が有利だが、タケルの喧嘩殺法も捨てたもんじゃねえ。こいつは熱い戦いになりそうだぜ。開始早々竜の正確無比な少林拳がタケルをじわじわと追い詰めていく。これは早くも勝負あったか。あっとストリートの覇者がマウントポジションで竜をタコ殴りだ。竜の膝蹴りが股間に入った。明らかな武器の使用は禁止だが、急所攻撃はノープロブレム。でもこの攻撃は狂気よりも痛かったか。殺してやる。決まった。竜の必殺の拳がまともに花柱に入った。竜のラッシュがクライマックスを呼び寄せる。勝負はついてるぜ。なぜ止めない？君は格闘技を見たことがあるか？ああ、テレビでな。ここはドラゴンヒート。君がいつも見ているあんなものとは本質が違う。黙って見てろ。TKO もドクターストップもね、時間無制限テンカウントノックアウト方式、これがドラゴンヒートだ。やっちまえ、とどめを刺せ。どんな総合格闘技をも凌駕するスペクタクルと暴力性、それらが存在してこそ観客は心から熱狂するんだ。それを追求することこそがドラゴンヒートの哲学であり、私の役目なのだ。あ、困ったもんだ。これは真剣勝負という名のショーなのだ。ショーには観客が存在する。そして観客は貪欲だ。タケルのルックスと低いカリスマ性では人気は出ない。だが勝った理由も
型にはまった憲法スタイルと常識的な範疇の暴力性では盛り上がりに欠ける。もっと魅力的な投資を私はずっと探している。クールなオーラと戸田を殺したほどの喧嘩殺法、しかも助けを請う相手をためらいもなく叩きのめす凶暴さ。そう、私は君みたいな男を探していたんだよ。なんだと？今夜はちょうど駒が足りない。君にリングに上がってもらう。ふざけんな。何度も言わせるな。ここから何もせずに出ていけると思わないことだ。戦った後はどうなんだ？それもさっき言ったはずだ。天国か地獄か、全ては君次第だ。待て！あ？おい、待て！あ？
おい待て。何かよ。怪我はしてないようだけど。ここは。そっか、あなたが右京達也くんね。見ての通り、ここは医務室よ。医務室？ここで怪我した人間を普通の病院に送ったら即警察に通報されるでしょ。私は工藤咲。あれはこの医務室のボス、雨宮泰山先生よ。あなた体本格的に鍛えたことないでしょう。でもこの柔軟な筋肉悪くないね。気安く触ってんじゃねえよ。へえ、威勢がいいのね。君の相手空手家ともき、国学館大の4年生、来年には打撃系の格闘家としてプロデビューが決まってるわ。デビューが決まってんのになんでこんなところに。もうアマチュア相手じゃ物足りなくて、プロデビュー前の腕試しにここに来たってわけ。前の試合で有段者の空手家を前蹴り一発で倒したわ。正面から打ち合ってもきっと勝負にならないわよ。関係ねえ。相手が誰だろうと俺には関係ねえ。あっそ、じゃあ準備すれば。ロッカールームで。
サツと東城会相手に一生逃げ回れるわけもね。やるしかねえんだ。オンザヘッド！今夜ついに衝撃のデビュー、カムロの巨竜右京達也。恐竜だと？相変わらずアドリブでリングネームを考えやがる。おお、いきなリングネームじゃねえか。オン・ザ・テール空手界のモンスター、タバキ。稲妻のごとく現れたこの怪物にすでに5人が病院送りとなっちまった。ストリートでは敵なしの不良がドラゴンヒートの新たなスターとなるか、それとも友樹の必殺の一撃にリングを血で染めるのか。あっと、オッズは圧倒的に友樹の勝利を予感しているぜ。今夜はスパーリングにもならねえな。てめえ調子乗ってんじゃねえ。思い知らせてやるよ、本物の格闘な。トモキの格闘スタイルは空手よ。正面からの打ち合いは危険。ここから回り込んで戦うのよ。息乗ってんじゃねえぞ。やるじゃない。
素人は。トモキの格闘スタイルは体よ。正面からの打ち合いは危険。横から回り込んで戦うのよ。上よ。おらや。勝負だったわ。
最高。俺が悪くねえ。まるで血が燃えてるみてえだぜ。見ろ、あの観客の喜びよ。町じゃただの野獣だが、ここでは金の卵だ。てめえ、いいか、こちらのマッチメイク通りにここで戦え。10連勝を成し遂げれば戸田殺しはなかったことにしてやろう。え？どういうことだ。こういうシナリオにしてやる。戸田は失踪するんだ。置き手紙も残さず、理由も告げず、まるで煙のように消え、そして永遠に見つからない。十八世はこの町じゃ珍しくない。もし負けたら、証拠のビデオを警察に送る。同時に戸田の死体も出てきて、君の人生はジ・エンドだ。いいか、お前の居場所はもうここしかないんだ。しょんべんくせえガキの喧嘩だったな。なんだと？なんだあの勝ち方は。勝ちは勝ちだろうが。ずいぶん威勢がいいのね、達也くん。ご指名よ。ユリカ、最高のショーを見せてやるぜ。終わったらお前の店で飲んで、朝まで俺とワンマッチだ。私結構手強いわよ。お手並み拝見ね。覚えとけ、いい女はその日のうちにものにするんだ。格闘家に明日はねえ、今日だけだ。達也とか言ったな。よし、お前は俺がぶっ殺す。本当の勝ち方ってのを教えてやるぞ。それまで死ぬなよ。まあよく勝てたわね。内容はむちゃくちゃだけど。あのヒューガーってのは何者だ。ドラゴンヒートの看板スターの一人。看板スター、そんなに強いのか。総合格闘家の多くは打撃系からの転向、柔道からの転向が多いけど、ヒューガーは最初から総合格闘家を目指して、寝技、組技、締め技、あらゆる格闘技をマスターした強者。毎回華麗な勝ち方をするわよ。でもね。でもなんだ。爪が甘いのよね。勝率も7割には届かないってとこ。爪が甘いじゃあ大したことねえな。違うわよ、彼が大事にしてるのは最強へのこだわりよ。は？俺は喧嘩じゃ7割どころか10割だぜ。そんなやつ目じゃねえよ。ぶっ殺してやるだけだ。はあ、君にはまだわからないか。なんだと？お前さん、トモキと戦って何を学んだ？は？喧嘩は勉強じゃねえだろ。学べない戦いに意味はない。意味だと？このままじゃお前さんはヒューガに勝てねえな。絶対にな。てめえらみたいな大人がね。待て、待ってくれ。一番ムカつくんだ。
夢じゃねえ。ここが俺の現実だ。クソ！待て！クソ！やるよ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。おい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。